ヤンキースのグレイバー・トーレス内野手が2日に7番セカンドで先発出場。トーレスは2対3の2回1し走者なしの場面で、ブルージェイズの先発ウアン・ガウスマンからレフトフェンス直撃の当たりを放つと、本塁打を確信してすぐに全力で走り出さず、打球は思いのほか伸びずにフェンスを直撃し2塁打コースが1点単打となった。西5にボルピがレフト線へ2塁打を放ち、この当たりでトーレスが本塁を狙ったがタッチアウト。トーレスは次の回の守備こそついたが、2対7となった4回の守備から懲罰交代。その後1打席限りでの交代を命じたアーロン・ブーン監督の元に出向き、口論する様子が中継に映し出された。ブーンは正しい懲罰交代をした。完全な怠慢プレイ。あれはダメやろ。だからヤンキースは弱いねん。懲罰交代させられたことについて監督に文句を言って口論するなんて論外。同じミスを繰り返さないことが大事だと思う。確信歩きしてホームランじゃなかったら恥ずかしいよな。怠慢走塁は多いし守備はひどいしちょっと問題児扱いになってきたな。こんなことも言われなければわからないとは、同じこと繰り返すだけ。トーレスはもう期待の大砲枠ではないだろ。最下位のブルジェイズに負けたら監督も頭にくる。監督の方が正しい。19年にシーズン38本塁打年間20本を4度もクリアしている選手なんだけど、その割にはなんか大砲っていうイメージが薄い気がする。確信歩きはエンタメの要素が強いから。ジャッジや大谷など限られた選手に許された特権のようなもの。そのプレイ姿勢が今季や、この先の成長の妨げになっていると監督は感じたんやろうな。シーズン38本打った年はいわゆる飛ぶボール全盛の時だったから、長打力では以前ヤンキースで二塁守ってたロビンソン・カノの方が長打力は上だと思う。トーレスはなんか気迫を感じないから手を抜いているように見えるんだよな。今シーズンでさよならだと思う。トーレスは今回だけじゃない。セカンドの守備で大事なところでエラーして試合を台無しにする。